2000円なんで、もう1レースだけでも2000円だけど、まあ今日は朝からなんで、まあ褒め応えがあります。あるんだけど、そうね、向こうの方がいい。まあ一応9時開門で今9時21分で、まああともうちょっとで、ね、1レースが始まる。しないようにと思ってるんですけど、さて、おー、ちょっと、さてさて、駐車場へ着きましたと。よしよしよし、はいはいはい、2000円ね。朝から2000円、朝でも夕方でも2000円、そんな損じゃないです。よっしゃ、はい、2000円、はい、はい、どうも、はい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 、なんか来てると思ってるんだろうと。さて、ほぼ下だね。054。海西、ここだな。ゴール盤の。競馬観戦の際は大きな声での応援が控えられない。今日は皆さん、なんでこんな席にしたんだろう。だいぶこっち来ちゃったな。ここで来る、この辺で見るの初めてだな。まあでも、ちょっといつもと違う絵が見れるかもね。よいしょ。どうだ、なんとも言えないね。なんとも言えない。6番リンクスルーパス506キロマイナスの津村明秀54キロ、7番ユイノミラウク452キロプラスメダテルを55キロ、8番メリーセンス488キロプラス松田大作55キロ。東京競馬1レース2歳以上にダート1600メートル13頭が出走して行われます。昨日に続いて今日も東京競馬場はいいお天気です。日差しがさんさんと降り注ぎます。芝コース、ダートコースとコンディション両で1レースを迎えています。2コーナーから引き込まれたシュート、芝の上での枠に今ポイズンアローが12番ゲームに収まりました。最後の枠入りは山竹紅茶です。13番ゲームです。
丸滝商船に入ります。ゲートインが終わりました。スタートしました。まず本当9番モンサンデジャンのインスタートを切りました。内場3番バガンセ、こちらの前にそうです。芝からダートに移る3番バガンセ先頭、9番モンサンデジャンのが2番手、内から合わせる2番のニュータン先頭に並んでいく4番手、それから押し上げる11番ブーニナイルです。4コーナーからインコースがエフティライザ、その後10番第1番が追走で4コーナーが直線に向きました。前にも並んできました2番ニュータン、3番バガンセ、今度は3番バガンセ先頭に変わって残り400坂を登ってきます。3番手は9番モンサンデジャンド、4番手以下追い上げるのは追い上げてきた6番のリンクスルフス、現在4番手から3番手2番手に上がって先頭を追っている。しかし先頭との差は小走りになります。内からは8番メリーセンスが上がってきて2脚を切りました。先頭リードを広げた3番バガンセ、リードは4馬身、懸命に6番のリンクスルフスが差を詰めてその差3馬身2馬身並んできた。バガンセリンクスルフス、リンクスルフス捉えて終わり。3番バガンセ2着、3着は8番のメリーセンスです。6番リンクスルーパスが3番バガンセを最後捉えました。 G1 馬アジアエクスプレスの妹リンクスルーパス、残り1波乱の位置でも地点でも先頭バガンセとは大きく差がありましたが、一冠のごとにぐいぐいと差を詰め、2013年の朝日杯フューチュリティステークスを勝ちましたアジアエクスプレスの妹リンクスルーパスが1着と発表されました。2着3番バガンセ、3着8番メリーセンス、4着12番ポイズンアロー、5着7番ユリノミラウクです。確定までお待ちください。9番スリーブ3世448キロ増減なし荻野騎馬54キロ、9番ロシュタイン454キロプラス10小畑拓也55キロ、10番シェブロンケリー424キロ増減なし津村昭秀54キロ、11番東馬高校470キロプラス2前住博人55キロ、12番ブルーレイ472キロマイナス10松田大作54キロ。東京競馬2レース2歳未勝利芝 1600m14 頭が出走して行われます。芝コースは両馬場、Eコースが使われています。日差しいっぱいの中向こう上面で各馬場振りを進めていきます。順調です。シェルドン・ケリーが10番ゲートに収まって最後はフォートブレッジや各馬場振りを確かめて大外は14番ゲートにフォートブレッジやが誘導されます。ゆっくりと近づいて入ります。係が離れました。ゲルニッカリオスタートしました。ナムラボロのわずかに送る後方からまず先頭争いは5番ゼアルがやや気合をつけて5番ゼアル先頭に立ちました。4番手は3馬身がいて外目から13番スマートウォータース、内3番シューラグランで4コーナーから直線に向きます。先頭5番ゼアル依然リードを2馬身保っています。2番手から9番ローシュタインが単独2番手に上がって先頭を追って残り400坂を持ってきます。3番手からシェブロンキリー奇跡のエンジェル内からシューラグランで
横に広がって今度は内側に飛ぶローシュタインか、真ん中奇跡のエンジェル、奇跡のエンジェルが抜けてくるか、内側ローシュタインと並んで残り150、外の8番のスリーブサンセール、3頭の争いだ、スリーブサンセールが外から伸びる、内は9番のローシュタイン、スリーブサンセールか、内は9番ローシュタイン並んでいます。相手の4番奇跡のエンジェルは3番手、47秒9、 600m は35秒9でした。わずかに頭一つ8番外のスリーブサンセールが前に出ているようです。ストップモーション、出走は15頭、出走メンバーをご紹介します。6番オネエタロード、472kg プラス14、オミの基盤55kg、7番ノリッシュキス、430kg プラス4、津村明で54kg、8番ナイオリリー、414kg プラス4、斉藤新田54kg、9番アグナラールで438kg マイナス2、松田大作54kg、10番ドリームグロー496kg マイナス4、真由澄広斗54kg、11番サイモンバロは466kg マイナス8、戸和田拓也55kg、12番マイネルキング482kg プラス2、石川幸斗55kg、13番アケルダルスター454kg プラス6、柴田大地55kg、14番フィン・グラードナス448kg 投入。
番セインオードリー並びかけて3着争い接戦になりました。全ロボドリザー472キロ、コア
8番冒険ホールド目の目の枠462キロ松田大さん55キロ、9番エコロブレースクリーンヒーローサック452キロ斉藤新太55キロ、9頭のデビュー戦です。メインデビュー東京東京レース増田センター。Gracias.
8キロマイナス4キロ高倉涼55キロ2番クロークンシュタイン4つ56キロ446キロプラス4キロ5番タラフィア57キロ4番コーチコスタイン468キロプラス2キロ柴田大地57キロ5番ウィンルー462キロプラス2キロ前内美博と53キロ6番クロバドフェーズ462キロマイナス12キロ石橋周55キロ7番カウンズハウス43Thank you.
1着12番ハーフバック、2着
ダメだったな。メインレースが全然ダメだった。いやー、まあトントンだね。まあ来週に
軍資金を残せる感じになった。よかった。さて、東大最下位だったんだ。一番難しいな今日は。メインレースは全然ダメだ。いやー、今また来週だね。よいしょ。買えないね。まあ、赤い糸でも赤い糸よいしょ、マステラリアのね、阪神で勝ってるし、でもまあ G1 だとねちょっと厳しいかなと思ってたんだけど、いやしかしまあレイパパレはねもう完全にもうラスト200でね止まっちゃいましたね。まあ、距離の壁なんだろうな。でもあそこまでね、でも距離適正がはっきりしてると2000までというね。テルセットも全然ダメだったし、赤い鳥の娘もね、なんか4コーナーでなんかちょっとちぐはぐな競馬になったような、なんか行き場をなくしてたのか、なんかうちにいたのが外に出してみたいな感じで、ちょっと4コーナーでごちゃついた感じに見えたんですけど、でもまあテルテットはもう全然ダメだし、やっぱテルテットはまあ距離が長いっていうのと、このメンバーに入る G1 のレベルになる、まあ、になるとちょっと足りないのかなっていう感じはしましたね。まあ G1 のね、まあメンバーっていうかやっぱ距離なのかな、やっぱテルテットもね。そこまで負けるとなると、デゼルももう全然ないですよね。
出てても、まあ、調子が悪いみたいですけど、全然ダメでしたね。あと、ウィン・マリリンとかね、やっぱウィン・マリリンは、やっぱ足元に不安があるみたいな感じの話だったんだけど、やっぱり、レース後、下馬して、ちょっと、故障発生じゃないけど、大丈夫ですかね。いやー、まあ今日は結構馬券は、ちょこちょこ当たってたんだけど、でも当たってたけど、買い忘れたとか、まあ外れたレースもあったんで、それでまあちょっとトントンぐらいかなっていうような感じの。こっちか、こっち行こう。本当は左に今日は行きたかったんだけど、多分この、あの、東府中のところの線路が渡れないから、あえてこっち側から行こうかなと。はぁ、疲れた。1レース久しぶりに1レースから行ったけど、やっぱまあいいですね、競馬はね。本当楽しかったな、1レースから。まあほぼちょっと途中回避したレースもあったんですけど、本当は最終レースもやらなかったんだけど、なんかもうマイナスを埋めたいというね、マイナスを少しでも穴埋めしたいと思って勝ったらまあ当たってくれたんでよかったんですけど、あんまり検討はしてなかったんだけど、前走勝った馬が前走20までつけてて負けてた馬だったんですよね。で結構その負けたレースのコメント、デムーロが乗ってたんだけど、ちょっとコメントも割と前向きなコメントだったんで、よしじゃあちょっとここでもしかしたらっていうような感じで買ってみたんですけどね、よく来てくれたな。でもなんかすごい好スタートで、3番手4番手ぐらい追走で、で直線なんとか逃げてた馬を差し切ってくれたっていう、ね、すごい。こっちから見るとなんかさ、残られたんじゃないかっていう、なんか見てる角度によって角度がね、こっち側だとあんまり差し切ってるのがあんまり見えなくて、内側の方がなんか角度的に前に見えちゃってたんで、残られたかなと思ったんだけど、なんかアナウンサー実況はなんか差し切ってるっていう言ってたん でモニターで見たらまあ確かに差し切ってるなっていうので、いやーよかった。でもの凡人っていう動画を
作ってみたいと思いますね。今日のそのレースの予想をよ、誰も見ないだろうという、まあ後でその何年か経ってから自分で見て面白いけどいいかなっていう感じですね。まあそんな感じでまた来週も頑張って競馬場に行きたいと思いますので、よろしくお願いします。